こんにちは。どうも、石田直樹です。カイジです。のせです。今回はアバンティーズさんがやられていた A メロゲームをやってみたいと思います。普通に楽しそうだったんでやります。 A メロゲーム簡単に説明しますと、まあ、1対1で戦うゲームです。まあ、攻めと守りに分かれます。で、攻めの方はもう誰もが知っている有名曲のサビをワンフレーズ歌います。で、歌い終わった瞬間から10秒以内に守りがその歌われた歌の A メロを歌えなかったら負けという。なるほどなるほど。10秒以内。結構 A メロって出づらいよな。大体ルールは把握しましたか？はい、わかりました。それではやっていきましょう。はい、じゃあ今回はチーム男色対チーム寒色に分かれて予選1回戦2回戦とやっていきたいと思います。有名曲、有名曲ね。あ、忘れてました。その曲を相手が知らなかったらダメなんで。第1曲目いきます。はい。そうさ、僕らは世界に一つだけの花。待ってくれ待ってくれ。花屋の店先に並んだ。弱むね。行きまーす。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。これ A メロなの？俺普通に A メロがわかんないかもしれない。これのダメだ。それもありだから。じゃあダメだ。わかりません。わかんないっす。イエーイ。マリーゴールド聞かなすぎるわ。勝った。あいみょん聞かなすぎた。風の強さがちょっと。いや、知ってる。知ってるよな。2ポイント先取にしますか。1ポイント先行で。次攻めていいじゃん。いいよ。いきまーす。あー、君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。ほんとにわかんない。何の曲？え、マジで何の曲これ？世界の終わりの眠り姫。聞きません、世界の終わりを。うーわ、やった。本当に知らない。やった世界の終わりをマジで知らない。じゃあ、この場合は無得点で攻めが移ります。いいですか？いいよ。怖いくらい覚えてるの。いいのかな、ここまでで。やばい、ルーニーが邪魔してくる。マジ？え、むず。正解は？ちょっと言ったんや、ちょっと待って。それでも、それだ、それだ。うわ、悔しい。うわ、悔しい。うま、それうま。いきます。I'm a loser、 どうせだったら遠吠えだっていいだろう。もう一回もう一回行こうぜ、僕らの声。いつも通りの通り一人。あ、来たー、来た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 。いきまーす、はい。決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、もう一回。あ、知ってるわ。もう一回。いや、無理です。いや、サビだけ知ってるけど、エーベルはマジで知らない。どれくらいの値打ちがあるだろう。知らない、負けだわー。うぜー、このサビだけ知ってんの。うぜー。答え、うわ、めっちゃ楽しいこれ。おっしゃ、第2回戦。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。せだ。どっちがいいんだ。攻めだ。ああ、受けてた後、来い。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って。そバーン。いや、そうだよ。転んでたら置いてかれんだ。ざけんなよ。来いよ。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで。長い。あ、ダメだよ。ダメだよ。お前やばいって。あー、ダーリン、ダーリン。あ、それ俺知らないわ。嘘だろ。あー、やばい。それは知らないわ、俺。ミッシュ知らないやつおる。ダーリン、ダーリン。しか知らない。Baby, I love you, I love you, I love you. 何度も only one, only one 感じ合える。これね、知らないっすよ。あ、知らないよ、この曲。A メロ。A メロをね。あー、仕事。あれだ。終了。
な旅に出ないか初めて聞いたそれ旅を見ないか通り過ぎゆく日々の中え、これみんなが知らないとダメ？カイト絶対知ってるだろうなっていう曲じゃダメ？あ、それはあり。あ、まあ俺が知ってればあり？ Believe that time is always forever I'll always be here あ、終わったー What's praise for you?What's breaking through でした。え、最下位決定、3位決定戦やりたい。じゃあ先三決からやるか。楽しい楽しい。決勝戦。えいけ。早速やっていきましょう。じゃんけん。最初はグー。じゃんけんぽい。シュッシュッ。よし。こえ。行きまーす。春恋に落ちて耳を澄まして君を探して僕は誰かをブダちゃんの僕すごいすごい行きます。I love you, I love you, I need you ずっと愛されたいあの今度のようにわかんない。もう出てきてる。ほんとにわからん。え、A メロわからん。わからん。この曲わかんない。何の曲？え、クリス・ハートのさ。クリス・ハート聞かん。マジでわからん俺これ。え、聞かんけど知ってるでしょ。知ってるでしょ。え、そんな有名？サビだけは知ってる。じゃあサビだけ知ってるわ。じゃあサビだけ知ってる。じゃあそれはダメだ。え、いや分からん。そう。うん。まあ普通にもう。あ、勝ち？いいよ、じゃあ1点で。でも本当にマジで分かんなかった全然。ねえ君はなぜ？知ってた俺。うわ悲しそうにか。そう。サビは知ってた？本当に何も聞かない。何も聞いたことない俺マジで。サビ知ってたっしょでも。ガチで知らん。ガチで本当に知らない。じゃあ得点じゃないじゃん。本当に。I love you してた。本当に知らん。本当に知らない。知らない。本当に知らない。ちょっと言えよ、それ。こいつ寂しい？知ってるっつってんだよね、さっき。今寂しい。本当に知らん、本当に知らん。本当に知らない、マジで。君は可愛い、こうしてか、ワイフやんけ。魅力溢れて、あー、終わった。知らない？知らない。終わったー。ダメだ、じゃあ。ちょ、攻めるか。くだらない話は思いつくのに。君を抱きしめていい理由だけが見つからない。うわーなんだっけ、なんだっけ、うわマジで出てこない。メロディーがギリ出てきそうで出てこない。やばいさあなんだっけなんだっけ。めっちゃモヤモヤする。くだらない。いきまーす、はい、愛なき時代に生まれたわけじゃない。どこまで？まあ、いいか、ここまでで。A メロ知らん。サビは知ってる。なんかふんわり聞いたことある。1点やったー。まあでも次俺が答えれば勝ちやから。あー待って、攻めるか攻めないか。そういうことか。今僕の中にある言葉のかけら喉の奥鋭く尖って突き刺さる。出てきた俺は。うわー待ってマジか。僕の音だー。待ってー。やばい。いっしょ。アバンティーズさん、面白い企画ありがとうございます。ありがとうございます。動画とかじゃなく普通に楽しかったっていうね。ね、うん、